マイスティー号池添健一騎手でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まず率直な感想をお伺いしたいと思います。いかがですか？そうですね、正直どうかなっていうふうには思ってたんですけど、うまく成功できましたし、道中も手応えよく追走できてたんで、直線向いた時にはあれこれもしかしたらいけるんじゃないかなと思って、最後は一生懸命追ってました。2番手からの競馬だったんですけど、後ろちょっと離しての2番手という形だったんですけれども、乗っていた感じどうでした？そうですね、手応えよく追走できてましたし、馬に任せてという感じで、あとは砂かぶらないようにだけ気をつけて乗ってたので、うまくいけたと思います。さあ門別、大変多くのお客様が、集まっていらっしゃいますが、今後のこのマイクティー号に期待することは何かありましたでしょうか？そうですね、持ってる能力っていうのはあると思うんで、あとはメンタルですかね、気が少し一瞬難しいところがあるんで、もうそれさえ、集中して走ってくれればこれからも頑張ってくれるんじゃないかなと思います。池添騎手自身も地方のこの統一重賞、久々の勝利という形になってますもんね。そうですね、門別で勝たせていただくのが多分初めてなんで、毎年1回は乗りに来る競馬場ですし、勝てて本当に良かったと思います。では最後にちょっとマイクをお渡ししたいと思いますので、ご覧の皆様にメッセージをお願いしたいと思います。お願いします。遅くまで、いていただいてありがとうございます。門別で初めて勝たせていただいてすごく嬉しいですし、また門別に足を運びたいなというふうに思いますので、その時は応援していただきたいと思いますし、今週札幌記念あるんでしっかり結果を出したいと思うので応援してください。ありがとうございました。ありがとうございました。